こんにちは、ノクさん。メッセージありがとうございます。そしてこの動画をご覧の皆様、ノクさんの動画面白かったですよね。いかがですか。キツネさんのお面かぶってるのがノクさんですよね。で、前回コロナウイルスに対してマスクとかね、あとアルコールの消毒液とかっていう話いただいたんですけども、確かにね、あれ本当に困ってらっしゃる方がいて、なんか病院でね在庫がないもんですから、もしかしたらこれ途中でなくなっちゃうかもしれないねっていうふうに言われてた方がいたのも私もちょっと耳にしたような気がします。まあそういう場合はね、病院内で流通し合ったりとか、ギリギリまで頑張って調整してくださるんだと思いますけども、やっぱりね、こういう時に安値で買ったものをわざわざ高値で売って儲けてやろうみたいな気持ちは、私はねあんまり同意できないかなと。少なくとも自分はやらないかなと思います。ただ現状として高くてもしょうがないから買うっていう人がいる以上、高く売る人がなくなるってことはないのかなと思いますから、これはですね、前も申し上げましたけども、もうね高いんだったら買わずに自分でマスクごとき作っていくみたいなことはできますんで、それをやっていってしまってね、転売しようと思って目論んだ人が値下げをしないと売れないような状況を賢く作っていくってことが一つかなと思いますし、あとはどうしても欲しい場合でも交渉すればいいと思うんですよ。値交渉して、こんな価格じゃ買えないからちょっと安くしてくださいというふうにお願いするとかね、それはまあできるんではないかなと思うんですよ。やっぱりこうね、高値で売ろうとしてる人もこの価格でいかがですかって提案してるだけであって、この価格でダメな人は買わないでくださいとまでは表現してないんですよね。そこに例えば5,000円で出てたマスクを2,000円にしてくれませんかってところから始めて、日本人ってのは多分ネゴーショーが下手なんでしょうね、結構ね。でもネゴーショーって当たり前のことなんで、これ3,000円だったら買わないですよと、他で買いますからいいですよって、究極はもう自分でやるんでいいですよっていうふうな形で強気に出る消費者の姿勢っていうのもあるのかなと思いますね。まあ考えたらいろいろですよね、本当にね。はい、すいません失礼しました。で、今回ですね、 SNS 上のキャラクターの使い分けってことですけども、私がメインで使っているのは YouTube ですけども、 YouTube は隠居 TV ということで私の本名で、そして全ての動画っていうのは私のね生活の一部を切り取ったものになってきます。麻雀の動画もありますし、射撃の動画もありますし、車の動画もありますし、ビジネスの動画もあったり、あとは子供を出してるね自分の息子の動画もありますし、カモちゃんを映してるのもあります。それぞれにファンがいて、再生数の少ないものからやれば必ず再生数が上がるものとかってもあります。で、そこでキャラクターの使い分けなんですけども、まあ私の場合はしてないですね。最初はビジネスだけの専門チャンネルだったんで、 YouTube がビジネスだけをやってましたけども、その時はねやっぱ演じる自分はいました。でも今はビジネスをほとんどしてないんで、演じる必要がなくなっちゃったんですよ。セールスのために、何かをねストーリー立ててやるとか、売り上げのために、いろんなね、プロダクトローンチを組んでいくとか、ローンチを組み込ませていくとか、キーワードを使っていくとかっていうのがなくなりました。で、アクセスを稼ぐために何かをやるってこともなくなりました。本当にフリースタイルでやってるのが YouTube ですよね。そして Facebook も同じような感覚です。 Facebook はライティング、文字でメッセージっていう形が多いんで、画像と文字ですよね。まあ、私のブログとか気づきとかその程度になってますね。で、ライブをやるとそれは YouTube にすぐアップロードするって形を取ってます。まあ、ですんで、Facebook ではこういう人間を演じようとか、 YouTube ではこういう人間を演じようっていうのはないですね。で、トラさんとかね、宇宙戦艦ヤマトとかコスプレが出てくるのは何かっていうと、私の住んでる町でああいう余興をやってるんですよ。で、余興をやってるところもあるし、頼まれてやることもあったりとかするんで、そのノリをですね、たまに YouTube にも持ってきて、こんなこと普段やってますみたいなことをね載せていくっていうのも私の、人生の一部といいますかね、人格の一部だというふうに捉えてください。まあ、ですんでね、何か一個でやってるわけではない、皆さんそうですけどね、いろんな角度を持っていて、セールスをするときは自分のブランディングのために一つの路線でずっと発信すること、まさにキャラクターの位置づけっていうのは非常にね USP みたいな感じで必要なんですけども、今はビジネスを主にやってないんでフリースタイルですかね。で、ツイッターもあったり、それからインスタグラムもあったりするんですけども、まあほとんどそこの方にはね、強いメッセージを入れてません。ツイッターは私がね、広島のアイドルさんを応援するために作ったツイッターとアメブロっていうのがあったんですけども、その活動5年くらいやって今はもうやってないんで、ほとんど放置状態かなっていうところです。インスタグラムも取り組んでみたんだけども、私にはちょっとね、扱いきれないかなというところで、 SNS って集中的に1個やると、1個か2個やると他の SNS に手が回らなくなるんですよ。で、私の場合は
おかげさまで Facebook と YouTube をやるぐらいで生活が賄えてるんで、もうそれ以外はあえてやらないかなというところですよね。それをやるぐらいだったら昼寝をしたりね、家族と遊んでいたいなというところでございます。ということなんでまとめますけども、 SNS のキャラクターの使い分けは全くしてません。全て私のフリースタイルで演じてますね。でアドバイスとして、これから SNS でブランディングをしていきたいとか使い分けをしたいと思う方には、文字で伝えるものと、主には画像で伝えるものと動画で伝えるものってあると思うんですよ。で今回は文字で伝えるものと動画で伝えるものの違いをお話して、演じ方っていうのをまた別の機会にお話しようと思います。文字を読んでくれる人っていうのは学習意欲が高い方です。YouTube をメインで見る方っていうのは、何かをしながら YouTube の画像を見るっていうよりも聞くっていう形の人の方が多いですよね。だからそこを捉えてトークで攻めていきたい時っていうのは YouTube を使うと。文字で学習意欲の高い人に、大事な情報とか難しい内容を伝えようとするときは文字で Facebook で書いていくっていうふうにすればいいんじゃないかなと思います。その時に自分のキャラクターなんですけども、文字で行く時っていうのはどちらかというとね、バックに書籍がいっぱいあったりとか、パソコンの画面がバーッと並んでいたりとか、メガネをかけて白衣を、もしくはネクタイを締めているところとかね、学者さんみたいな、研究者みたいな格好でやると、なんかうんちくを語りやすいかなっていうところがあります。で動画の場合はどちらかというと、画像を見るっていうよりも聞くっていう方が多いんで、はっきりと話すことが求められてるのかなっていうふうに思いますね。もしこれから SNS でキャラクターの使い分けをしようと考えている方は、今話した文字と動画の特性ってものをね、捉えていきながらブランディングをしていけば、キャラクターを作り込んでいけばいいんじゃないかなと思います。では本日は以上です。メッセージありがとうございます。